李氷氷は、中華人民共和国の女優、歌手。日本では、常用漢字を用い李氷氷と表記される場合がある。1973年、国旅行省ハルビン市五条市に出生。1993年に上海戯劇学院に入学し、演技を学ぶ。1994年に女優デビュー以来、多数のテレビドラマと映画に出演している。2000年、張本監督のただいまの演技により、第13回シンガポール国際映画祭、最優秀女優賞を受賞。2008年には、雲水陽で、第17回中国近景百貨店へ進む最優秀主演女優賞を受賞。2009年には風声で第46回台湾金馬賞最優秀主演女優賞を受賞。ハリウッド映画には2008年公開のドラゴンキングダムでデビュー。2012年、日本のテレビゲームが原作であるアメリカ映画バイオハザード V リトリビューションに映画音役で出演したが、尖閣諸島問題をめぐる日本政府の対応への抗議の一環として、日本での映画 PR を兼ねた同年9月の都内試写会を欠席した。2014年にはトランスフォーマー、ロストエイジ、2018年には米中合作の新作、メグ・ザ・モンスターに出演した。メグ・ザ・モンスターでの出演はハリウッド作品初のヒロイン役となっている。ありがとうございます。